皆さんこんにちは、こんばんは。今回はしゃがみ処理を作ってみたいと思います。しゃがんだら当然ね、当たり判定が狭くなって炎をねギリギリかわせるみたいなね、そういう処理を作ってみたいと思います。使う画像はこんな感じです。まあしゃがみモーションはねとりあえず1個でいいんじゃないかなと思ってます。では早速コードを修正していきたいと思います。まずはファイルの読み込みですね。パターンが3つになりましたので、2から3に増やすという感じで、まあ、とりあえずねそのまま動くかどうか試してみたいと思います。動きますね。そうしましたら、まあ、せっかくなのでこの画像を表示してみたいと思います。まあ、これをね例えば2とかにすれば、まあ、平常時のね画像がしゃがみ画像に変わるんじゃないでしょうかね。変わりましたね。まあちょっと変な動きですが、これで読み込みの実験を完了したので元に戻しておきます。で実際どう作るかなんですけれども、まあ、少なくともこの時点ではこれ配列ですので要素をねもう一個増やして、まあ、こんな感じでね渡しとけばいいんじゃないのかなって想像つきますよね。なのでとりあえずこれで、そのままね正常に動くかどうか確認しておきます。大丈夫ですね。で、これでプレイヤークラスにはね画像が3つ渡されているわけですけれども、まあ、実際ねじゃあ渡された方はどう使っているかというと、プレイヤークラスはこれになりますが、ドローでねここで、まあ、0か1かって渡してますよね。なので、まあ、2番目は使ってないということで、例えばここをコメントアウトしてドロー2って書けば、常にしゃがみモーションがね描画されるはずですよね。出ましたね。で、元に戻しますが、まあ、ここまでできればねもうあとはね皆さん分かりますよね。まあ if 文かなんかで、まあ、座ってる状態だったら、まあこんな感じの変数作ってね、まあ、そしたらこれをね描画して、そうじゃなければ普段のものを描画すると。こんな if 文にしといて、で変数に、今のものをねブーリアンかな、追加して、まあこれがフォルスだったら常に立ってますしね、これが true だったら常に座っていると。あとはそれをキー入力に応じて変えればできますね。では、そのキー入力の処理を書きたいと思います。キー入力はこのキーっていうところでやってますね。まあこれを適当にコピペして、下なのでダウンですね。でまあこの値がそのままブーリアンなので、まあ、こんな感じで書いちゃえばいいんじゃないですかね。これで動かせば立ってて、下を押すとしゃがむと。で下を押したまま移動もできちゃいますけどね。あとジャンプしながらしゃがむとかもできちゃいますけどね。なのでまあここら辺りの調整が必要ですね。まず空中でのしゃがみ処理の抑制ですが、まあ空中かどうかっていうのはこれですよね。地面にねついているか、まあ、地面との差分がねこれなので、まあ、この値を使うと。でまあこれね他にも使っているので、最初にね変数に代入しておきますかね。こんな感じで。そうしたらここは D にできるし、これもですね、これも D でいいですよね。でここで、かつ D が0だな。こんな感じでいいんじゃないですかね。これならばこれはできちゃいますけど、ジャンプ中は下を押してもしゃがみません。まあ実際押してるかどうかちょっと分かりづらいですが、押してます。であとは、しゃがみながら移動できてしまう問題ですが、まあこれはね、もししゃがんでたら、まあ、リターンとかねすればいいんじゃないですかね。これだけでもうしゃがんだら動けなくなるはずです。ね、動けないと。いう感じで、まあ、これにて描画に関しては完成ですね。で、あとは当たり判定ですね。まあ、これはどうやるのかということなんですが、このコメントアウトしたやつ、懐かしいですね。当たり判定のね、領域を示すやつ。これが役立ちそうですね。で、これをこう復活させる感じでもいいんですが、まあ、その当時はね、このドローがなかったんですよね。このクラスに。で、今あるので、まあ、これはこれを切り取って、ここにね、貼り付ければいいだけですね。で、これはもういらないと。とりあえずこれでコンパイルしてみます。そうすると、なんかね、スケールがありませんって言われますね。スケールの場所変えたんでしたよね。スケールはどうしたかというと、r ドットにしたんでしたね。なので、r ドットに変えます。それをやったときにこれもやってあげればよかったですね。さあ、これでコンパイルしたら、今度はうまく通って、で、当たり判定がね、表示されると。で、しゃがんだときにこれがね、小さくなればいいんですよね。まあ、現状はしゃがんでもこれなので、まあ、こう当たってしまうということですね。で、その当たり判定をね、複数持たせる方法なんですが、まあ、これはね、画像がね、最初1個だったのをね、2個以上に増やした時とね、同じ方法でいいんじゃないですかね。まあ、つまり、配列にすると。当たり判定は、そっか、エネミーはないのか。プレイヤー側だけか。プレイヤーの、これが当たり判定ですね。なので、ニューレクタングル配列で、で、これをもう一個。こんな感じかな。ね。で、しゃがんだ時の、これが高さなので、まあ、高さ半分にしますかね。13。13減らしたので、ここは13足して18かな。こんな感じにしたいと思います。そうしたらプレイヤーの、ここのねコリジョンのところも配列にする必要がありますよね。そしたらここも配列にする必要があると。でこれが配列になったので、この添え字ねが必要ですね。まあわかりやすくこんな感じにしたいと思います。イントまあ最初0という感じかな。だからこれも M コリジョンインデックス M コリジョンインデックスまあこういう部分のねソースが冗長になってしまうというか、まあ、ちょっと長くね汚くなってしまうのを避けたければなんだろうオブジェクトの参照みたいな形でね持つ方法もあると思うんですがでここに関しては、両方足し算しないとダメですよねだからこう int i=0i がレングスね両方足してあげるとこれでコンパイルして、通らないですね221あこれここかでここは、M プレイヤーのこうですねまあここの書き方はちょっと工夫したいですけれどもまあとりあえずでアクセスできない保護レベルだそうですまあそのうちリファクタリングしましょうねこれがパブリックなのはちょっと不自然ですからねこれで動きますねでまあ普通入力とであとはねしゃがんだ時にここでですねここでインデックス変えればいいんですよねしゃがんだら1、まあ、そうじゃなければ0ということでこれで動かせばどうなるでしょうしゃがむあれ変ですね左上にいますなんででしょうってことなんですが、このコンストラクターの時にね、この0しか足し算してないからね、ダメですよね。これはこうじゃなくてこうですよね。うん。できましたね。これであと当たり判定ができてますね。で、これで完成でもいいんですが、これあれですよね。さっきここで書きましたよね。これ、さすがにこれはまとめたいので、あと、コリジョン。まあ、こんな感じでいいかな。ね、切り取って、ここら辺りに、ここか。そしたらここもアットコリジョン、ポジションのロケーションだから X か。ポジションの Y。こうですね。これで完成ですかね。できましたね。では、描画の際のね、この当たり判定処理は、またお役御免ってことでコメントアウトしておきます。ね、まあ、また今後ね、使うかもしれないので、消しはしません。ということで、今回の話は、以上になりますが、いかがだったでしょうか。まあ、しゃがみ処理があるとね、なんかより格ゲーに近づいたって感じがしますよね。まあ、ただ現状これしゃがんだからといってね特にこのゲーム自体が簡単になるとは思いませんけどね。まあそんな感じで、まあ少しずつ、ね、出来上がっていっているのでお付き合いいただければと思います。では今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。